まあ、次これね、늘있었던청와대브리핑これ청와대とわかりますかね청와대はこれ大統領府ですよね要するに屋根が青いガーレでの、大統領府、まあ、청와대ですねこれブリーフィングというのはブリーフィング、まあ、なんかあの事件がとかこういうこの政府の方針とかそれの説明というのはブリーフィングっていいじゃないですかじゃあ大統領府のブリーフィングという意味なんですけどもイソットンとかイッタタなんですかイッタイッタというのはあるあるですよねでこれはイソットンとか過去形ですよあったでこれぬるというのはいつもという言い方なんですよそうなるとこれいつもあった青瓦台のブリーフィング説明という言い方というこのニュースの字幕があるわけですで要するにこの청와대の前で記者が、まあ、あるいはアナウンサーがこういうねこのブリーフィングが始まりましたということを説明するこのなんかこの安直とかこれ 見ながらされるわけですよしかしこれはね間違えてたんですよ字が一つ抜けてたっていう話があるんですよねその字がどういう字が抜けていたかというとこれなんですよ今日だから今日あった청와대の説明っていう言うべきところをこれを要するにこのプリントにはこれなかった なくてこれでいつもあった青瓦台の青瓦台청와대の説明っていう方に書いちゃってそれ言っちゃったんですそのままこれ意味が全然違ってきますよね今日あったのといつもあったと全然違うわけですよねまあ、そういうことがこれ失敗談ということでこれ出てきたんですよだから今日あったということで今日初めて説明あったのにこのおっていうことを取っちゃうことによっていつもあったことになっちゃうわけですよこうおがあるかないかによって今日おを塗ったら今日なければいつもって言い方になっちゃって全然違う意味になっちゃってこれ下手すると大変なこと放送事故になるかもしれないっていうそういう話だった